はい、皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。はい、今日は夏にめちゃくちゃおすすめ の、はい、ラベンダーとペパーミントについて話したいと思います。はい、よく使いますね。よく使いますね。はい、まあ大まかに言うとリラックスに良かったりとか、うん、ペパーミントはまあスッキリ感とか爽やかな感じを味わいたい時に使うことが多いんですけど、私ペパーミントあなたダメだね。はい、そうですね。私はペパーミント派で、特に眠る時に私はペパーミントのこのロールオンっていうのがあるので、アメリカの製品で、うん、まあ普通に自分でロールオンこう準備して使うのもいいと思うんですけど、私はこれにこれもうすぐなくなるから作らないといけないんですけど、これを寝る時にベッドにいつも置いてて、こうやって頭にこうやって、うん、で首の後ろにやって、うん、そうすると香りもこうなんていうの、鼻のところにっていうか、香りもすごくペパーミントのいい香りで、気分もリラックスできるんですよね。はい、でスースー感もあるので寝つきにいい。スースーすると逆にね、目覚めたりってよく言われるけど、まあでもこれもいい具合なんだよね。私にとってはもうパーフェクトです。なんかいろんな人をの話を聞くと、例えばラベンダーあんまり好きじゃないっていう人は、ペパーミントで眠れるっていうのは、ラベンダー派で。ラベンダーですね。つけると目覚めちゃうんで。私が目覚めちゃうんですよね。だから私は逆に言うと好きなのにつけられないっていうオチがあるんですけど。眠るときに。なんか隣でラベンダーめっちゃ使ってリラックスして眠たいのに、私はこれで起きてしまうから使わないでくれ。まあとにかく。はい。はい、じゃあまずペパーミントからいきたいと思うんですけど、はい、会社の資料で、まあ、こういうのがあるので、はい、こういう資料もドテラペパーミントって言ったらこういう資料も見えるので、はい、見ていただければと。誰でも見れるんで、はい、誰でも見れます。で、これは、アメリカのところから、アメリカのペパーミントを使っています。うん、はい、で、ですね、この15ミリのペパーミントを作るのにどれぐらいのペパーミントの植物が必要と思う？葉っぱでできてるんだけど。葉っぱ、うん。あ、3000枚。3000枚。1.3 キログラムだそうです。ああ、枚数じゃない。そもそも枚数じゃん。1.3 キログラム。まあ、結構だから、そのある意味で植物って軽いでしょ。うん、それの 1.3 キロだから、すっごい大量の。これ作るのに。これ1本作るのに。1.3 キロ。うん、っていう風に言ってます。で、ペパーミントは結構昔からいろんな活用されてね、いますよね。集中したい時に、あ、これも、ペパーミントでできる10のことっていう、これも会社の資料にあるんですけど、集中したい時に香りを吸い込んでとか、食後にカプセルに入れて摂取したらこうちょ気分爽快。っていうか、カプセルじゃなくて水筒に入れて、水筒に、はい、今もあります。はい、水筒に入れ て、ペパーミントを入れて飲むと、はいはい、なんか草刈りする時とか、うん、暑い時に氷の代わりに、代わりに、あ、クールになる、クールダウンするので、口の中も爽やかで、で、こっちもね、ここら辺もスースーして、ね、うん、気持ちいいんだよね。はい、おすすめです。で旅先やドライブの時に飲み物に加えてリフレッシュしたりとか、オレンジと合わせて爽やかなルームスプレーにしたりとか、うん、私はこのペパーミント色のこのスプレーボトルにお水と、ペパーミントを入れて、まあよくなんだっけ、アルコール入れたりとかする人もいるんですけど、うん、ちょっとズボラなのでそのまま水とシャカシャカして使えばいいかなと思って、で、そのデスクで仕事するときに暑いとか集中力とかやるときにスプレーして、うん、いいでしょ？うん、
これでやると、例えば、もう本当に手軽にできて、うんうん、アルコール入れなきゃとかっていう気にしなくて、さっと作れて、うん、で、まあ、使い切るっていうところが、うん、早めに使い切って、また新しく作るとかってね。うん、水とオイルがあればもうできるっていう状態です。そう、素晴らしいです。で、暑い日に炭酸水に入れて、ひんやり感とか、うん、チョコレートに垂らしてクールに、うん、なんか私も本当に、チョコレートとかして、シリアルとか、グラノーラとかに、チョコレート混ぜてこうお菓子を作るときに、うん、ペパーミントを入れるんですけど、うん、めちゃくちゃ中毒症になりそうなぐらいです。大好き。冷蔵庫にあるんです。危険危険。であとは重曹に加えて湿気対策を兼ねた芳香剤に使うこともできますし、うん、扇風機とかはい、このリボンに垂らしてこうなんかあそれもいいなって。ある人はお子さんとかにこのパジャマのここに一滴だけちょっと垂らして、うん、まあ、手でつけてあげるとかでやってこのクールになってこう眠りをこう良くしたりとか、あとは男性が結構このペパーミント好きだったりしますよね、うん、はい、暑い夏の時に、うん、脇の方、うん、脇というかシャツの脇に、うん、ペパーミントをやると、うん、直接肌につけなくてもいいので、そこからスースー感と、うん、いい香りがして、そうだね、これ、ね、うん、脇の方の熱っていうか、うん、っていうのをいい感じで、うん、整えてくれるので、うん、それだと気持ちよくて、うん、で香りのエチケットとしてって言うみたいな感じでね、うん、でスペアミントと合わせて夏のディフューザーにとかっていうのがあるんですけど、うん、ペパーミントは実はここにあるんですけど、癒し成分も結構あるんです。ちょっとラベンダーみたいなところが入ってくるわけですね。そうだね、癒される、うん、なんかペパーミントでこうスッてやって元気になるっていうイメージもあるかもしれないんですけど、うん、癒し効果もあるのですごくいいなと思います、うん、なのでこれはこういうスプレーにしてプレゼントをしたりするのもすごくいいかなって思います、うんうん、ペパーミントだけでめっちゃ語れちゃう。で、清潔サポートって言って、うん、多分これも、なんか、こう、靴とか、うん、いいですね、匂いとかもね、できると思います。うん、はい。で、あと、ラベンダー、はい、あなたの好きなラベンダー、語りたいでしょ、はい、はい、はい。お願いします、今日。ラベンダーも、こういう資料が会社であるので、はい、ウェブサイトにあるので、うん、使うことができます。これも、15ミリ の, ラベンダーをやるのに 1.4 キログラムのラベンダーを使う。すごいで、ラベンダーは新芽はその種から成熟するまでに2年かかるそうです。あらら。そう、2年かかった育ったラベンダーからこのラベンダーオイルを抽出してるのかな、うん、で、これもこれはなんか落ち着きモード大丈夫、落ち着きサポート間違えた、落ち着きサポートをする働きもあるので、はい、まあ、癒しもありますし、落ち着き、うん、落ち着くで肌にいいんですよね。肌を整えることで有名です、はい、でなので肌を整える働きがあるので、うん、肌を健やかにする、うん、からココナッツオイルと一緒に使うっていうのもすごくいいと思います。で、私はこれで、手にこうやってラベンダーをやって、はい、ココナッツオイルでラベンダーをやって夏の暑い海行った後にこうつけるとか、あとまあもちろんローションでもいいと思います。でキッチンにはですね、今ちょっと持ってくの忘れちゃったんですけど、キッチンには同じようにラベンダーのこれがあって、肌に何かあった時にうわーって言ってすぐに塗るのにすごく便利、うん、おちょこちょいなので、はい、なので本当にこの2つだけでも、うん、もう持っていると1本で何役もすることができますね、うん、もちろんルームスプレーとしてシュッシュッってやることもできますし、ホットタオルとかにいい、ね、ラベンダーを垂らして、うん、ちょっとなんか目とかこう、うん、ここら辺ね、うん、頭とかを
すっきりさせるためにも、うん、あのリラックスとかっていうのもできると思うので、うん、そうだね、いろんなね、うん、他の会社でもいろんな製品にこのラベンダーの香りが使われてたりします。なので本当にあのこの2つは効果的に使っていただければいいんじゃないかなと思います、うん、はい、でシャンプーにどちらもシャンプーに入れるのもいいですね、うん、いいですね、まあ、私たちはドテラのシャンプーを使っていますけど、うん、もし皆さんが通常の一般の、うん、あの皆さんが持っているシャンプーに一滴ラベン、ペパーミントを加えるとか、うん、ラベンダーを加えるとか、うん、もうペパーミントやると頭がすっごいすっきりするね、うん、あるいはシャワーの時に一滴この、フロアに、フロアっていうのはこのシャワーのところに垂らしてやると、あのシャワーをするとそこから香りが、うん、あの湯船に浸からなくてもあのリラックス効果とかもあるので、うん、そういう風にあの楽しむこともできるので、ぜひご活用いただければと思います、はい、夏にはあのすごくあの活用できる2つのオイルなので、はい、ぜひあの活躍させていただければいいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。皆さんの役にあの役に立ちたいと思っていますよかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、はい。